はい。では、今回はですね、一般財団法人日米アースアクセス委員会についてちょっとお話ししていこうかと思います。え、国連パーマネントコレクション、国連永久保存ですね。こちらの方で、古賀健治さんというね、アーティストの方が登録されてますけども、この方がね、国連と繋がっている方が代表を務める、その委員会が、 この一般財団法人日米アースアクセス委員会というものなんですけども、えー、国際的な難民支援団体ということでございますまああの非常に意義のある活動をされてるのかなと思いますけども、えー、ちょっとね私が調べたところ細かい実態まではわからないんですよまあただあの一般公開する部分としない部分とあとはどうですかねしばらく、まあ、運営を停止してるのかもしれませんしその辺はこれから分かってくることだと思いますななかなか検索してもね ここの委員会についいててはデータが出てこないんで、まあ、私でで知り得る限りのここととを今回集めてみたっていうところですねじゃあ次のスライドいってみましょう、えー、と日米アースアクセス委員会で検索したところ、まあ、法人番号などは出てくるんですけどもその他事務的なデータが出てくるだけでじゃあどんなあアウトプットをしてるのかなとかどんな評判があるのかなってことは今のところちょっとわからないですね。 これからどん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 情報が集まってくると思いますしそれに対するねブロガーさんとかユーチューバーさんの批評も集まってくることだと思いますはいでこの委員会代表されているのがシンボル・オブ・ピースというふうに国連で永久保存されているアーティストである古賀健二先生ということでございます先日私もあの広島でね講演会を開催したときに来ていただいて非常にねあのフランクでしかも男気のあるといいますか 人懐っこい方ですかね、まあ、どんな方でも多分仲良くなれる、えー、世界のアーティストって感じですよねあの通常雲の上のような人なんで私なんてねあまりにもねアートの世界に詳しくないんでこの先日まで知らなかった方なんですけどもねでもこの古賀健二先生について調べれば調べるほど非常に興味深いね人生が出てくるなと思いますんでこれは別の機会にまた古賀健二先生にフォーカスを当ててお話したいと思いますこの方が代表しているのが日米アースアクセス委員会ということになります で、次の画像なんですけども、これがね、すごいんですよ。私が一番好きなところなんですけども、えっと、マイケル・ジャクソンファミリー財団の日本法人を代表としてされているのが、この小賀健治先生です。えー、小賀健治先生、若い頃に撮った写真だと思います。当然ですね、マイケル・ジャクソンもうお亡くなりになって、えー、十数年経ちますんで、えー、小賀健治先生がね、先ほどの写真のまま、隣にマイケル・ジャクソンがいたら、それはそれでなんかおかしなことになると思うんですけども、まあ、10年以上前の、 写真だと思いますマイケルのね表情がこちらを向いているのが2人の関係をねえすごく仲のいいもんだってことを示してるのかなと思いますしなんとなく着てるシャツも同じですね <laughs> なんかそんなに高価なものを着てるようには思いませんけどもでもあの柄物の趣味とか似てるのかなと思っちゃいますまあ2人とも音楽と絵画というね別々のアーティストではありますけども、まあ、同じようなところによりどころを持ってるんではなかろうかっていうところで古賀、えー、健次先生が。 私も大好きなマイケル・ジャクソンの日本法人をされてるってことですよね、はい、じゃあ次の画像いってみましょうすごいですよねえー、次はですねその古賀健二先生が代表を務めているジャクソンファミリー財団ジャパンの公式ホームページからちょっと撮ってきたんですけども確かにねジャクソンファミリーと一緒にやってるなっていうところが見て取れます挨拶が書いてますんで古賀健二先生の文章を読みたいと思いますジャクソンファミリー財団ジャパン ジャパンファミリー財団日本支部代表からのご挨拶ということですね2009年6月突然のマイケルの訃報が飛び込んできて早、えー、13年お13年ですね13年ってことはこれが2022年の文章ということなんで最新版ですね今2023年の1月ですからはい音楽界ではマイケル商品が驚異的な売り上げを記録しましたがその熱気は次第に冷め現在に至っていますしかし 2022年2月24日に始まったロシアの蛮行。あ、そう、ロシアがウクライナに侵略戦争を仕掛けている。そして今でも継続中です。そのニュースも日に日にマスコミの熱も人々の怒りも次第に冷めてきていますが、マイケルが生前音楽界以外に捧げてきた事前事業のデータを今一度見つめ直すと我々が取るべき行為が見えてきますと。我々、ジャクソンファミリー財団ジャパン、 JFFJ は生前のマイケルの事前活動、その行為の一つ一つを大切に学習し、独自のピースアクションを遂行していきたいと思います。それには多くの方々の協力並びにご理解が不可欠です。マイケルが描きたかった世界を再現することは、多くの努力と知識が必要です。ご協力を心からお願いします。ということで、私も、当然ですけれども、商品を買うことによってね、協力させてもらっております。 マイケル・ジャクソンのグッズどんどん私買ってますんでねまあもちろんファンとして購入するところもありますしマイケルがやろうとしてきたことをその後継者の方がね色々いろいろ継承してくださってるその日本での先駆者がこの高賀源治先生ということで非常に共感するところが多くございますはいという形でねあのー、資料の方は以上なんですけども最後にねえっ、ー、とこういった たデータもちょっとお示ししたたいいんでご覧いただけますかちょっと一旦閉じてよそから持ってきますねはいこれですマイケル・ジャクソンファミリー財団ジャパンのメッセージですえー、マイケル・ジャクソンは一人の日本人アーティストに8つのメッセージを残した1992年12月22日東京のとあるホテルにいて僕は君と会うまでの半年間 MJWWD という世界の貧しい子どもたちを解放するアミューズメント施設を考えてきたこの頭にあるその空間を10日間で描き上げてほしいんだと古賀賢治先生にお願いしたわけですよねマイケル・ジャクソンは日本人アーティスト賢治古賀に託したそのコンセプト画の名前はマイケル・ジャクソン「ワンダー・ワールド・トイズ」マイケル・ジャクソンの不思議なおもちゃ箱マイケル・ジャクソンは古賀賢治先生と約10日間自分のコンセプトを熱く語りながら自らの手で1枚のスケッチを描いた まるで少年が言葉で尽くせない思いを絵で説明するかのように楽しげにそれも各文に詳細な説明をしながらマイケル・ジャクソンの死後彼が描いた絵から彼が真に祈り世界中に伝えたかったメッセージが浮かび上がってきたいかにマイケル・ジャクソンが人類と地球を愛していたかそして誰もが平和で幸せに暮らせるための環境の改善を祈っていたかということでございます非常に マイケル・ジャクソンのメッセージとしては非常に胸を打つ。私もちょっと読みながらね、込み上げてくるものがありましたね。マイケルの曲の一つに、これがまさにね、表現されていたかのようです。で、これがマイケル・ジャクソンが実際に、小垣健二先生と打ち合わせながらスケッチしたもんですね。で、このスケッチから、小垣健二先生がこういうふうに絵に下ろしたっていうね、エピソードもあるんじゃないかなと。 少子高齢化が叫ばれて久しい日本です。もう30年とか40年になります。何の対策も持ってません。子供たちは数少ない仲間たち、そして支配する大人たち、高齢者にいろんな憤りを持っているかもしれません。そしてその憤りがあまりにも聞き入れられないので、残念ながら30歳以下の死因のナンバーワン、自殺ですよ。 この私たちが作った社会に参加したくないというふうに10代20代30代の皆さんは拒絶してるわけですよねマイケル・ジャクソンの歌があればもしかしたら救えたのかもしれないそんなことすら私は思ってしまうんですけども、まあ、今回ねいつの間にかマイケル・ジャクソンの話になってしまいましたすいませんえっ、ー、とこちらのねアース・アクセス委員会の話をしなくちゃいけなかったんですけども今のところ調べれる資料っていうのがそこまでありませんので私からお話しできるのは この日米アースアクセス委員会30年以上前に発足したと言われてますけどもそれがコンセプトを多少変えてこの令和の時代にね甲賀健二先生の温度の元を蘇みったというふうに私は思っていますでその裏付けとなるのが裏打ちされているものがマイケル・ジャクソンの思いですよねもっともっと世の中よくしていきたいまさに国際的な難民支援団体これにとどまらずに今閉塞感の本当にね大きい日本という一つの まあ日本の中でも難民という言葉は適当じゃないかもしれませんけども自らね自らの命を放棄してしまおうというこれは言ってみれば隠れた難民といえるのかもしれません。でこういったあ若者たちを支援するそして若者たちを育むべき私たちの世代50代以上の世代ねもうちょっとマイケルのように、うん、優しいメッセージを投げかけられないのかなっていうところですよね。若者ののために道を開けないのかないかと 若者が自殺をするのは私たちの姿を見たからなんじゃないかなっていう風なね責任の一端を感じながら私もこれからね生きていきたいと思うわけですけども今回マイケル・ジャクソン財団の日本法人をされている小川健二先生が国連にも登録されているほどの方がですねこの委員会を再度立ち上げようとスタートしたというところに当然私も大いに協力していきたいなと思いまして今回の動画につながりました。 それではね、思いはいろいろあると思いますけども、また新しいことが分かり次第、こちらの方で紹介させていただきます。それではご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。